どうもこんにちは。今日はですね、子育てについて話していこうと思います。テーマが、飴玉を我慢ができたらお金持ちっていう話をしていこうと思います。この話、まあ有名な話なので聞かれたこと終わりかと思うんですけど、私も先日ちょうどその話を聞きまして、面白かったのでちょっとシェアしようと思いました。昔ですね、有名な科学者の方が実験された話なんですけども、子供を集めてですね、その子供に飴玉を1個渡して、その時に1時間この飴玉を食べなかったらもう1個飴あげるよという実験をしたそうです。当然子供ですから、我慢できる子できない子出てきますから、まあ1時間経った後にはですね、飴を食べてしまってなくした子と食べずに我慢した子が出てきたわけです。で、その割合とかっていうことが重要なんじゃなくて、その後なんですけども、その結局飴を我慢できた時間ですね、まあ、途中で食べてももらった瞬間に食べる子もいれば、10分ぐらいしてから食べる子もいるわけですね。で、1時間我慢できて2個もらってすぐ食べる子もいれば、その2個も食べない子もいるわけなんですけども、その食べるまでの時間とですね、その子供が大きくなった時の、収入と、まあ、比例するという結果が出たそうです。つまり、我慢ができることが結局将来収入を大きく増やすっていう、まあ、相関関係があったという相関関係があったっていうんですかね、まあ、そういう事例があったという話でございます。これ本当に面白い話だと思いまして、でもちろんですね、まあ、その子供の中にはですね、もともと我慢強いというか飴にあまり関心ない子もいると思いますし、我慢ができて、将来のために貯蓄できるっていう子もいたと思いますけども、この我慢するっていうことも、あくまでスキルということで磨くことができるそうです。なので、うちでもこれから、まあ、子供に例えばお菓子をあげてですね、30分我慢できたらもう1個あげるよとかですね、そういうふうにして我慢する練習をさせていこうかなというふうに思ったわけです。ただ、なんとなくこれを親目線で聞くとそういう話になるわけなんですけども、じゃあ実際自分の場合はどうなんだろうっていうふうに考えた場合、やっぱり同じように子供、まあ飴玉の食べてしまった子供のように我慢ができてないっていうこと多分あると思います。例えば 家に帰って、仕事から帰ってみたらですね、ケンタッキーフライドチキンが並んでると。でもここでケンタッキーフライドチキンを食べるとですね、太ってしまうって分かってるわけですね。それであったとしても、目の前に美味しいチキンがあるっていうことでパクッと食べてしまいがちでございます。これっていうのは本当にあると思うので、私もですね、結局そういったところ、まあ目先の欲求じゃなくて先行きのプラスっていうんですかね、先行きの自分のメリットについて日々考えて、鍛えていかないといけないなというふうに思ったわけです。なので、もし、あなたも機会があればですね、子供に一度この実験試してみて、我慢ができたら、お、この子はいいなと、もしできなかったらですね、まあ、自分と一緒に我慢の練習しようよという感じでいければ、もう本当に5年後、10年後、20年後ぐらいになってきたらですね、ひょっとしたら左内輪で暮らしていけることになるんじゃないかなというふうに期待しております。なので、まあ一度試してみていただいたらいかがかなと思います。今日も最後までご覧になっていただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。